時がカンパニー代表の関根です。で、先ほど修論で書いた内容をビジネス書としては、まあ、大人相手の教え方にまとめたんですが、これを、まあ、修士論文のまま研究者の学術、まあ、その書というかそれをまとめてくださったのがこの人材開発研究大全なんですね。ちょっと分厚い本なんですけど、まあ、いろんな研究者の方々が1章ずつ担当して33章ある、まあ、人材開発に関する、まあ、今の研究どんなものがあるのかというのを、まあ、網羅する本になります。で、この本の中でも私は2章を担当させていただきまして、まあ、先ほどの修論の結果をもとにした、章で OJT と社会改善とか、OJT をする際に一人で教えずどんな人たちに関わってもらったらいいのかっていうのを明らかにする章が一つになります。で、もう一つが研修転移ということで、あの研修ってこう、まあ、その教室でやるんですけど、研修は研修で受けたんだけど現場に行くとなかなか実践されないという問題があります。その現場でどうやったら続けてもらえるのかってことを明らかにするのがこの研修転移という研究領域なんですね。それについてまとめたのが、その書いた一章がこの人材開発研究大全の中に入っております。それでは